ました。以上で以上。開店。先日ですね、長年お世話になったキーを退所いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。長年ね、お世話になったからね、キーには本当に。3、4年、もっとか。4年ぐらいですか。4年ぐらいだもん。でもスタートアップ当初からお世話になって。そうですよね。もう最初から誘ってもらって、はい。でも本当にそれこそここまで来たらトランジスタとか、はい。まあいろいろ大きいイベントも手伝ってもらったりとか、はい。俺らの苦手な事務作業とか。そうですね。本当に俺らがポンコツすぎて、そうだね。なんかいろいろたくさんご迷惑をおかけしたことが、いや本当にあったと思うんですけど。迷惑をおかけしたんですね。はい、そこをなんかサポートしてもらって、はい。まあそのおかげで今があるって言っても、本当に過言じゃないぐらい。そうですね、本当お世話になったので、我が子のように扱ってくれましたもんね。僕らがミスしたこととかをこうお尻を拭いてくれたっていうのは何度もあったんで、ね、まあマジで危ない時とかもね、何回かあったんで ね、 そういう時もやっぱ全力で守ってくれたので、ありがとうございます。本当にまあ、なんで辞めたかってなると思うんですけど、はい、やっぱ契約期間ちゃんと満了して、はい、でそこで、まあ、ちょっと独立をしたい、まあ、俺らもいい年で、まあ、やっぱいろんな仕事とかをまあ自分たちでやりたいなっていうことも結構多々あったので、はい、まあ、ちょっと独立という形で、はい、退所させてもらいました。そうですね、はいはい。まあ、正直その事務所入っててもちろんいいことがすごいあったんですよ。やっぱ仲間がいたりとか、それこそ案件もらえたりとか、はい、すごいあったんですけど、はい、やっぱ辞めたっていうメリットとしてはいつでも出せるっていうやっぱ迷惑かかるっていうのがあったじゃん。ここは出さないですまあもちろん他のいろんな人にね、今もお世話になってるんで迷惑、はい、かかけれないんですけど、はい、まあちょっとよりね、自由なことにチャレンジしてみたいとかね、はい、そういうのはありますね。本当に何やりたいとかあるんですか。たくさん案件受けたいですはい、わかりましたということでですね、やっぱ案件なんですけど、はい、会社経営で受けたりとか個人で受けたりとか、うん、いろいろできるようになったんで、はい、概要欄にですね、そのメールアドレスを貼るので、はい、もしもレギュラー劇場にやってほしいっていうね、企業の方とか、お年の方も、ぜひぜひね、メールアドレスにメールをください。よろしくお願いします。待ってます。借金返したいです。お願いします。お願いします。カルビは所属してないかったんで、そもそも。あー、そうかそうか、そう、なんでカルビがいないのってなるもんね。そうですね、うん、カルビはそもそも、金に所属してない状態だったんで、2人で撮ってます。そうですね、はい、まあ、ここにいたら意味わかんないことになっちゃうんで。そうですね、うん、それはそうですね、はい、だからカルビは関係ないです。はい、決してね、その木が嫌いとかじゃないんで、そういう憶測立てないでください絶対何も言わないでください。カルビがキーが嫌いって絶対誰にも言わないで僕多分嫌いっていう感情もないですよ確かにないっすよ。ない、何残っちゃったよ。確かに確かに、うん、まあ、本当にいい会社だったんで。まあそうだね、はい、本当にその影響はね、はい、もう何回も言ってるんですけど、マジで言えば言うほどちょっと怪しまれるっていうのはあると思うんですよ、やっぱいろんなのとか見て、はい、ただまあ結構本当に僕らは特にお世話になったと思うんで、僕らなんて問題児だったんで。そうですね、前のチャンネルもそうだし今のチャンネルもそうですけど、本当にだらしないかったと思うんですよ。でそこを結構本当に支えてくれた事務所なんで、もう本当に恩があるって感じですね、はい、一時期嫌われてましたもんね、社員に。嫌われてました調子悪すぎてね、こう天狗になりすぎて。そうです、はい、でもその嫌われてる時もちゃんと支えてくれた。そうですね、まあ、仕事なんで、はい、いや仕事なんで、ね、仕事、いや仕事や、まあまあまあ、そうですけどね、そこはしっかり割り切って仕事をしてくれた時には本当感謝しております。はい、4年間4年間お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。